もうあれですね、今日はさつき晴れでいい天気やね。で今日外で実習しますけど、今日はねシャッタースピードについてちょっと実習したいなと。シャッタースピード自分が写真撮るときにシャッタースピード気をつけてますかね。今日はこのぐらいにしようとか別に気をつけてない。今シャッタースピードの話をしているのは、多くの方はもちろんプログラムで撮ることが多かったと。でプログラムでは自分の表現ができないから絞り優先応答なんかもよく使うようにしようと。優先応答、まあ、これは初心者はもうプログラム応答一本やけど、もうこの中に初心者って一人もいないですよね。カメラ持ってまだ2週間以内の方、初心者一人もいないね。もう中堅からベテラン、あるいはあの伝説の方までいるんですけど、初心者はプログラム応答やけど、ここに来るとプログラムでは飽き足らずに、まあ絞り優先応答とかシャッタースピード優先応答とかっていうことで、これ一番の基礎の基礎ですけども、なんでこのプログラムでなくてこういう絞り優先応答とかシャッタースピード優先応答にするか、なんでですかね。もうやっぱり被写体によって強調したいものがどうやったら自分の模様に撮れるか。もう正解ですね。すなわち表現をしたいからなんよね。ここに来てる方は記録ではなくて、単なる記録ではなくて、記録ではなくて表現をしたいから、その表現ができるような絞り優先応答、まあ、あるいはシャッタースピード優先応答をやろうと。で場合によってはこの応答ではうまくいかないからマニュアル設定、マニュアル設定というふうに、まあ中上級向けにこう皆さんだんだん進んできたわけやね。で今日はあの天気もいいし、残念なことにそろそろあのあれなんていうんですか、あのサバイの花数字がもうだいぶさあの散ってきたんですけど、今日はあの宿題見た後みんなでまた外行く予定ですけども、今日はあの皆さん引かれないようにしてくださいね。今は走ってる車を飛びます。今8号線で車が走ってます。こっち向きにこう走ってるよね、車ね。こっちにこうあの昼前でライトはつけんけど、まあ、ライトをつけるとするとこう走ってますよね。でここに生け垣みたいにこうツツジがあるじゃないですか、ツツジね。ほんで今日は三脚も使ってください。七に入れた。なことないでしょ。まあ、ない人はまあ仕方ないけども、一応三脚で今日なんで三脚でって言おうかと思ったのは、シャッタースピードを今日はもう15分の1とか8分の1まで落として三脚に据えて車を横に流し撮りの練習をしてみたいなと思ってるんですね。で手持ちでももちろんあの車をうまく追っかければいいんですけど、今日ねちょっとねローアングルって言って別に地上10センチじゃないですよ。普段こう立っているよりもちょっと下げて、ツツジも映してかつ車がこう流れてるのを、ツツジもこう動いて車は止まってっていうのを練習してみたいなと思ってるんです。で三脚がきちっとあった方が、三脚があれば横を緩くしておいて横に動くでしょ。上下のバランス、そうです、上下はぶらさないように。で車なんで鳥みたいに急に上がったりとかそういうのないんで、横1センチしかいかないんで、まあ電車なんかもそうですけど、
こうやって動くやつをどこでシャッター切るか。特に車なんで頭も見えた方がいいよね。その、真横だと面白くないんで。それ皆さん今一緒に行って、歩道からもういい写真撮るって道出ないようにしてくださいね。ガーンと当たってもらったからね。でこうどっちでもいいです。その手前から来た車でもいいし向こうから来た車でもいいけども、ツツジを入れ込んで撮ると。で通常ならもう絶対手ぶれしてしまう15分の1か8分の1ですから、これ今15分の1か8分の1にするとなると、シャッタースピード優先オートかマニュアル、どっちかじゃないと固定できないですね。でこれ真っ昼間なんで、場合によっては PL フィルターも使わないと、 PL フィルター ISO が100でもダメかもしれない。それも含めて実習してみたいなと思います。でレンズは何ミリがいいですか？標準。これ何とも言えんね。行ってみて、で今は今日の実習は、まあ、シャッタースピードを遅くした場合の流し撮りがテーマですけど、基本的に撮るのはツツジではなくて車なんで、その車がかっこよく映るレンズを広角がいいのか標準がいいのか望遠がいいのか、それは自分でいろいろ考えて、場合によってはちょっとレンズ変えた方がいいよね。途中で少し時間取りますんで、一回設定変えて違うレンズ交換できる人はレンズ交換する、できない人もズームの長さを変えて、どういう表現がそのレンズワークによってできるかっていうのも一緒にやっていこうかなと思いますんで、あっちの国道側へ出て、結構咲いてるんで散らばって、その時三脚ある人は三脚据えて横だけルーズにしてさっと横に流す練習をしたいと思ってます。よろしいですか？